伝説の傭兵と呼ばれる男がいた。彼の名はスネーク、またの名をビッグボス。これはその男の物語である。東西冷戦の緊張が緩和されつつあった1974年、スネークはコロンビアにて小規模な傭兵団を運営していた。そんな彼らの前に奇妙な依頼が持ち込まれる。1年ほど前からコスタリカで武装集団を見かけるようになりました。コスタリカは軍隊を持たない。あなた方に抑止力となっていただきたい。お願い、私の国コスタリカからあいつらを追い出して。暗躍する武装集団の正体を探るため現地へと向かったスネークは、そこに核が持ち込まれていることを知る。罪に覆っているの？ああ、相当大切なものが入ってるようね。おそらく核兵器。チコ、このトンネルの先に何があるんだ？誰も知らない。山に近づいた同士はいないから。あそこには守り神がいるんだ。祖国ニカラグアを追われた FSLN の一団から情報を得たスネークは、核の行方を追い、イラスタンに隠された研究施設へと向かう。そこでスネークを待ち受けていたのは CIA 中米支局長コールドマンの恐るべき陰謀だった。決して核が使われないのが抑止力じゃないのか？そうだ、そのために私たちが人類最後の核を撃つのだ。 AI による自動報復システムを搭載し、冷戦の再燃を目論むコールドマン。しかしその計画はニカラグアの共産化を目論む KGB の思惑により歪められていく。ザドルノフ、裏切ったな。裏切る？そもそも我々は敵同士ではないか。私の同志たちがカンパニーのために働くとでも？何をする気だ？キューバに核を撃つ。バカな！キューバじゃ済まない、全面核戦争に突入するぞ。デフコン号2に ICBM の発射を準備。低飛行動をするのは私だけだ。私が死ねば誰にも解除はできない。あと6分です。そうだ、権限は私にある。報復を開始する。スネーク、核を撃たせるな。起動してしまった自動報復システム搭載メタルギアピースウォーカー。しかしスネークを待ち受けていたのは意外な結末だった。ピースウォーカーの危機は去ったが、スネークはこの事件を契機に自らの洋上基地マザーベースの拡大に傾倒していく。ヒューイの助力を得て二足歩行兵器メタルギアジークを開発したスネークとミラーは、ついにはそこに核を搭載する。一方、天涯孤独であり一連の事件で KGB の後ろ盾を失ったパスもマザーベースに引き取られる。しかしそれはサイファーと呼ばれる諜報機関の差し金だった。名前も年齢も計画もサイファーに与えられた。私はこの計画のためだけにこの世に生かされる。パス、まさか。お前たちが作ったこの兵器でこれから合衆国東海岸を核攻撃する。一度はジークを強奪したパスだったが、スネークはこれを阻止。パスが海へと沈んだ時、スネークはチコがパスに思いを寄せていたことを知る。あの時俺が逃げたりしなければ、乗り込む前なら拘束できたはずだ。
ジークに乗り込ませずに俺が止めれば彼女は死なずに済んだ。パスの死によりサイファーとスネークたちの関係は途切れたかに見えた。しかし翌年、新たな情報が彼らの元に届いた。10日前、パスの生存が確認された。生きていたのか。米国の非政府諜報機関サイファーはパスにダブルスパイの嫌疑をかけた。そのため彼女はキューバ南端の収容キャンプで尋問を受けている。情報を得てチコはキューバに向かうが、あえなく捕らえられてしまう。スネーク、助けて。こちらチコ、キューバの米軍基地に捕まっている。相手はサイファーだ。パスもここにいる。カズ、留守を頼む。スネークは2人を救出するためキューバへと赴く。だがそれは後のスネークの運命を決定づける惨禍の発端だった。物語はメタルギアソリッド5グラウンドゼロズへと受け継がれる。メタルギアソリッド5グラウンドゼロズ好評発売中。コナミ